こちらの方は最近知れたもので、写真ものでございますけど、こちらはアピタ限定のスカイライン、まあ、箱スカですね。アピタ限定のスカイラインの箱スカの、車になります。まあ、こちらの方も非常に、かっこよくてね、それをアピタが、まあ、警察車両ということで、使ったと、使ったじゃない、販売したということですね。アピタは限定なんですよね。アピタっていうその、まあ、ちょっとしたデパートみたいなスーパーのような、まあ、そういう総合のお店があって、それにで限定で販売されているものです。まあ、近くにはね、アピタというのはちょっと遠いところに行かないと、 2,3 時間遠いところに行かないとないんですけども、まあ、なかなかこれはこれで非常にいい感じのものであるかなと思いますね。で、まあ、箱スカがモデルかなと思います。で、この後ろのこの V 字型のね、ブーメラン型のね、バタランプになっておりますね。まあ、実際にこういう箱スカのこういう、まあ、警察機動隊というか、まあ、こういった車があるのかと聞かれると、まあ、実際のところはないのではないかなとは思いますけども、まあ、活躍したっていうことはね。ただ、まあ、なかなかの、そういう車をこう使っているというか、箱スカを使っているあたりなんかが、またいいです。これも、昔あったトミカのやつを、こう、通常版とレーシングカーバージョンがあって、それを、金型が残ってたんでしょうね。で、それを一度、その、まあ、回収して、それを残ってたから、まあ、それをまた、こう、違う形で販売しましたっていう感じになるかなと思います。というわけでね、どうもありがとうございます。